ダビデ・サントンは、イタリア・ボルト・マジョーレ出身のサッカー選手。セリエ AAS ローマ所属。ポジションはディフェンダー。10歳で、ラベンナ・カルチョの下部組織に入団。当時からインテル・ミラノは彼に注目しており、中学卒業と同時に引き抜いた。移籍当初のポジションはウィングだったが、サイドバックにコンバートされた。2009年1月21日、コッパイタリアの AAS。 ローマ戦でトップチームデビューを果たすと1月25日の UC サンプドリア戦でセリエ A 初出場。マイコンという絶対的な右サイドバックがいたため左サイドバックとしてのデビューだった。2月24日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で UEFA チャンピオンズリーグに初出場しクリスティアーノ・ロナウドを封じ込めるなど質の高いプレーを見せた。 ジョゼモーリーニョ監督の信頼を得たことにより、デビュー1年目で、左サイドバックのマクスウェルからレギュラーを奪い、16試合に出場。チームのセリエ A4 連覇に貢献した。2009から10シーズンは、膝の怪我などで、コンディションが整わず、サントンの代わりに、クリスティアン・キブや、ハビエル・ソネッティラが、左サイドバックとして、先発出場することが増えた。 翌2010から11シーズンも定調なパフォーマンスが続いたため、冬の遺跡史上最終日の2011年1月31日に長友優斗と入れ替わる形で AC チェゼーナにレンタル遺跡で放出された。2011年8月、プレミアリーグの入滑するユナイテッド f c へ、完全遺跡。同年10月16日のトッテナムホットスパー戦で遺跡後初出場。 シーズン途中に左サイドバックのレギュラーポジションを獲得し、24試合に出場した。翌2012から13、2013から14、シーズンも左サイドバックのレギュラーとしてプレーした。2015年2月、フルスのインテルへ買取オプション付きのレンタル移籍。シーズン終了後、買取でインテル復帰。二千十六から十七シーズンは、 クリスティアン・アンサルディが加入したことにより、左サイドバック争いが激化し、3番手に交代。2017から18シーズンは、長友優都とダウベルトの後陣を排したが、ルチアーノ・スパレッティの信頼を掴んだことにより、出場機会が増加。しかし、新加入のジョアン・カンセロにポジションを奪われ、冬に長友がガラタサラ・イ SK へ移籍した後も状況は変わらなかった。 2018年6月26日、AS ローマに移籍することが発表された。移籍金は950万ユーロで、契約期間は4年間。年代別のイタリア代表を経験した後、2009年6月6日の北アイルランド戦で18歳にして、A 代表デビュー。マルチェロリッピ監督により、同年6月に開催された FIFA コンフェデレーションズカップのメンバーにも選ばれたが、 出場機会はなかった。2011年3月29日のウクライナ代表戦を最後に代表から遠ざかっていたが、2012年11月にチェーザレ・プランデリ監督によって久しぶりに招集された。ありがとうございます。